八甲田山の日の1月23日月曜日朝7時20分の日本海はセット間隔長めで、今カメラをスイッチ入れる前にすごくいいラインナップが、綺麗なうねりが入ってたんですけど、今はそのうねりのサイズはないですね。これが左の奥でもテイクオフがやっとかできるかできないかぐらいですね。こちらもかすかなオフショアでいい感じのうねりは入ってるんですが、インサイドブレイクですね。かなり沖から良質なうねりの筋は見えるんですけどね、潮がかなり引いてます。左側はかなり反応が鈍いというか、セットの間隔が長いですね。気温は4度ぐらいです。風はオフショア、海には良質なうねりは入りますが、ブレイク、インサイドブレイクで乗れるような感じではないですね。今日終日どうですかね。ここの道は工事はいつ始まるんですかね。